本日は当チャンネルをご視聴いただきありがとうございます。聖剣伝説2第7話プレイしていきましょう。さて前回は全く遺跡の中に入ることができず、いろんな場所に行ったり、いろんな人に話を聞いたりと一生懸命努力した結果、普通に道を歩いているモブっぽい女の子が実はピーコちゃんの友達であり、物語を進めるためのキーマンだったという非常に物議を醸す展開でしたね。その後はいつものごとく帝国の四天王だったタナトスさんにディラックさんと、ついでにパメラちゃんをさらわれてしまい、さらにナンカルカ様がピンチっぽいので水の神殿に急がねばというところで終わったんでしたね。今回はその続きからのスタートになります。では早速ルカ様のピンチを救うため水の神殿に向かいましょう。そんなことを言いながらも到着したのはドワーフの村です。何があるかわからないから武器を強くしておかないとね。剣が急に日本刀になりました。見た目は普通の剣ですね。さあ今度こそ水の神殿に向かいましょう。今度こそ華麗に着地してみせる。無理でしたね。よし今行くぞルカ様。よかった、無事でした。なんと、画面で見切れていますが、種が盗まれてるっぽいです。どこにあるんですかね。え、ガイアのへそですか。今、そこから来たばかりなんですが。まあ、行きますけどね、もちろん。いやー、ほほほほいい。到着しました。で、今、着地した衝撃で、敵にダメージ与えてましたよね。なんて危険な移動手段なんだ、大砲。これで街中に飛ばすこともあるというのだから、恐ろしいの一言につきます。普通に生活していたら、突如として隕石のごとく天空から落下してくる、大砲屋の利用客。下敷きになった街の住民。響き渡る悲鳴と、地面に広がる血だまり。こんな移動方法がまかり通っている世の中では、おちおちお散歩もできません。とりあえずは、村長に話を聞いてみましょうか。あれ、いない。いました。ジェマさんもいます。さっきは開いてなかったじゃん。今度は隙をつかれないでくださいよ。じゃあ、行く前にセーブしますか。
よし、行こう。なんか、科学的な建造物です。何気ない宝箱に、ムチのパワーアップが入ってました。王国では、勇者に渡す宝物として保管されてたのに。ドロンボー一味みたいな人たちがいます。世界征服って、また、大きすぎる野望を抱いてますね。スーパースペシャルデラックスゴージャスロボの名前が、イチローか。なんか、このスコーピオン団に入りたくなってきたな。多分、仲良くなれそうな気がする。っていうか、この世界でロボットを作り上げる技術、すごくないですか？ロボットだから、多分水に弱いはず。一応、土属性も当ててみるか。やはり、水の方がよく効きますね。大振りにされた。変形した。あんな体型なのに、一輪で完璧にバランスをとってるなんて、すごい技術力です。
ふむ、HP がゼロだったけど、回復が間に合いました。死神に取り憑かれる前だったら、まだ間に合うのかな。倒しました。強かったですね、一郎。大量生産できるなら、本当に世界征服も可能かもしれません。完璧な捨て台詞。さすがはスコーピオン様、よくわかってます。パンドーラの方はジェマさんに任せて、水の神殿に種を返しに行きましょう。あれ、モンスターが発生してる。結界はどうしたんだ。ルカ様が心配ですね。お、サハギンだ。とぼけた顔してますね。帝国陛下。あなたも四天王ですか。うん、こういう選択、漫画とかでも結構あって、その度に渡したらダメだろ、って思うんですが、いざ自分が選択する立場になると、やっぱり迷いますよね。ルカ様の命には代えられない。渡しましょう。ボス戦。これは想定してなかったな。宿屋に泊まってないので、MP が全然ありません。頑張って、剣で攻撃するしかない。
首が一つなくなりました。全体攻撃か、厄介だな。おお、めっちゃ回復しました。強いっちゃ強いんだけど、一郎くんほどではないかな。倒しました。あれ？ジェマさんいつの間に。見てたなら手伝ってくれてもいいのでは。上の大地か、ちびすけの故郷ですね。え、封印できるんですか？封印できました。帝国の人、無駄足だったな。剣一本でロボットやら怪獣やらと戦ってるのだから、もう勇気は十分にあるのでは。大人の話ですか。頑張ります。じゃあ、ちびすけの故郷に向かいますかね。でも、その前にパワーアップした武器を鍛えに行きましょう。
あれ、ガイアのへそに行けなくなってる。どうしようか。上の大地でも武器は鍛えられるのかな。行くか。多分なんとかなるだろう。適当なところに飛ばされてる感がありますね。モーグリの村かな。チビスケの頭の構造はどうなっているのだろう。言葉、わかるんか。みんな、プーしか言わないのかな。なんとなく、元気がない感じはしますね。あれ、まさかワッツさんじゃないですか。ごめんなさい、行こうとは思ってたんだけど、大砲屋さんが、もうガイアのへそには飛ばしてくれないって言うから、っていうか、どうやって先回りしたんですか。これから先、ずっとついてきてくれるのか。それはそれで、すごいな。ふむ、今回はここまでにしておこうかな。本日はご視聴ありがとうございました。次回、聖剣伝説2第8話でお会いしましょう。またね。